ちゃ。こんにちは。はい、豊さん日本シリーズ第3戦、はい、場所を東京ドームに移して、ね、はい、はい、ありましたが、はい、今度はあのヤクルトの持ちゲームね、ホームチームということで、はい、ホームゲームね、うん、ということで始まりましたけども、はい、まあ、今回からは DH を使えない、そうですね、ということで、まあ、当然サンタナがライトに入るし、はい、ね、まあ、9番にピッチャー小川が入るという、はい、ね、今日は小川田島というピッチャーだったんだけども、はい、で、まあ、ヤクルトの方はもうほとんど変わらないというね、うん、ことで、でオリックスの方やっぱり吉田がレフトに入って、はい、ね、まあ、田島が9番に入ったという、はい、ね、でどういう野球になるかというのがね、非常にあの楽しみだったんだけども、はい、まあ、あの、まあ、吉田がレフトにつくだろうと思ってたんだけど、モヤを T 岡田どうするのかなと思ったら、やっぱモヤを使ってきた、うん、ね、まあ、ここら辺なんかこう足立を上に上げたりだとか、いろいろなんかこうオリックスの迷ってるかなっていうような、うん、そんな感じもすることはするんだよね、うん、まあ、こういう布陣で、ゲームがスタートしました。まあ、あとは先発ピッチャーを、まあ、ちょっと見ていきたいんだけども、はい、小川、はい、田島、ヤクルト小川投手、オリックス田島投手の先発です。はい、まあ、小川はね、うん、立ち上がり非常に良かった、で田島の方は立ち上がり制球が定まらず不安定という、うん、まあ、ほとんどこう変化球とかが入らずに、まあ、非常に苦しんでたかな。で小川の方はやっぱこう経験してるんだよね、日本シリーズはね、はい、だからまあやっぱ経験した分だけすごく落ち着きをすごく感じたよね、うん、ただし味方のエラーで先制点を許すものの、うん、降板をするまでに3失点に抑えるというようなことだったんだよね。まあ、その中でもチェンジアップがとても良かった、はい、この良かった一つの象徴として吉田正尚を2打席連続三振に取ったというね、はい、非常に吉田なんか三振しないっていうのを聞いてたでしょ。そうですね、なんかあまり見ないような三振の仕方というか、そうだよね、なんか違うなっていう感じで打席に立っている感じでしたよね。そうだよね、うん、で田島の方は5回持たずに、まあ持たずにっていうか、うん、点は取られてなかったんだけども、はい、ピンチの場面で交代という、うん、まあ四死球4個、少し力みが目立った、うん、でこの5回持たずにっていうふうに書いたのは、はい、やっぱこうシーズン中からピンチはそんなに作らないんだけども、うん、いざピンチになった時には、はい、ちょっと打たれる率が高いんだよね田島って、うん、だからそれはやっぱり中島監督がよく知ってるだけに、はい、こう早めに降板をさせたというこういう試合だからね。でもこの田島を変えてからすごくゲームが動き出したよね今日の試合はね。なるほど、うん、だから今日のゲームは継投がポイントだったと思うんだけども、うん、じゃあゲームをちょっとね、はい、おさらいで見ていってみたいと思うんですけども、はい、まあ、日本シリーズ第3戦、はい、まあ、オリックスヤクルトね、まあ、結果は5対4で、ヤクルトが勝ったという、はい、ヤクルト2勝ですね。そうね、はい、そのことによってヤクルトが2勝、オリックスが1勝、うん、これさ初戦のことを考えるとさ初戦の負け方覚えてるよね、うん、まだ鮮明に、はいはい、マクガフが出てきてやられるという、でそれを考えてあのムードの中連勝したというヤクルトの底力っていうのはやっぱりね、やっぱチームの雰囲気とか、うん、そういうのもあるだろうし、はい、やっぱ強いなって思うよね、うん、2回ヤクルト好機を逃す、はい、ノーアウト1、2塁になったんだよね。そうでしたね、うん、中村が送りバントを失敗して、うん、強行に行ったんだけども三振と三振、はい、うん、オスナがセンターフライで西浦当たってる西浦を歩かした、はい、で小川ツーアウト満塁で、小川だったんだけどノースリーまで行ったんだよね。そうですそうです、ボールスリーまで、はい、ストライクなしの、うん、まあ、そっから三振を取られて、まあ、ゼロに抑えるわけだけどさ、小川投手も粘ったんですけどね。まあそうだね、かなり4球連続で粘ったりとかしてたんだけどさ、はい、まあだけど、まあ、まあなかなかねやっぱ田島の速球っていうのは打てなかったというね、はい、いうことで、まあ、好機を逃した、うん、こういう好機を逃すとじゃあ流れはどうなるんだっていうとやっぱどうしても流れはオリックスの方に傾くよね、うん、そういうところでランナー紅林が、先頭バッターで出たで伏見田島って続くんだけどさ、うん、普通オリックスってピッチャーがいないじゃない9番に、はい、DH 使ってるからね、うん、だから伏見どうするかなと思ったら3球連続で
バントの構えをさせるんだよね、うん、それでボール2ボール1ストライクになった ところでバスターエンドランを仕掛ける。まあ仕掛けてくるだろうなっていう読みはあったんだけどさ、うん、まあ仕掛けてきたらやっぱりこう少し慌てたのかな、西浦がエラーをしてノーアウト1・3塁を作る、うんうん、で次の田島が送りバントで、一塁ランナーをセカンドにやってワンアウト2・3塁を作るんだよね、うん、はい、その時に大川が当たってない福田をフォアボール、うん、ワンアウト満塁になっちゃうんだ、宗がライト前、うん、で1点を先取点取る。だけどこの時に伏見、セカンドランナーの伏見があの辺りでホームに帰ってこれないんだよね、セカンドランナーが、うん、だからそれがちょっと気になった。なるほど。まあでも吉田だから次、はい、どうなのかなと思ったら吉田が、まあ、さっき言ったチェンジアップで三振を食らうんだよね、はい、うん、で杉本もファーストファールフライということで1点しか取れない、はい、でもこの3連戦でオリックスが先制したのは初めてだったんだよね、うん、だからまあオリックスの流れでゲームは進んでいくということだよね、はい、うん、で5回、まあ、この田島が継投する場面なんだけどさ、はい、田島投手は92球そうそうそう下ろしたんだよね、はい、で青木にセンター前を打たれて、はい、山田を迎える時に比嘉に変えるんだよ、うん、なぜ比嘉に変えたかというとさ、その前の山田の打席がさ、うん、強烈なサードライナーだったんだよ ね、はい、ね、だからそういう意味ではやっぱ不気味は不気味だったんだよ、うん、山田が、うん、だから比嘉に変えた。比嘉が山田をショートゴロで抑えるんだけども、これはねショートの紅林がファインプレーするんだよね、うん、で次の村上のところでどうするのかなと思ったの、はい、比嘉でそのまま行くのか、はい、比嘉を申告敬遠村上にしといて当たってないサンタナに比嘉をぶつけるのか、うん、それとも村上のところで左を持ってくるのか、ずっと面白い、どうするんだろうとも思ってたのね、うん、そしたらバルガスを持ってくるんだよ。え、バルガスってこの前オスナに打たれてるけどなと思いながら、うん、まあでも力で行きたかったんだろうね、うん、で村上にフォアボールで、サンタのフォアボールで中村がセンター前を打って、うん、2点取ったんだよね、はい、でその時の守備が問題があってさ、はい、一塁ランナーサンタナがサードに走ってるのを福田が気がつくのが遅れてるんだ、はい、で遅れて投げてるんだよね、はい、それも中途半端な球を、うん、それを見て打ったランナー中村がセカンドを落とし入れようとするときに宗が投げようとしてやめようとしたときに手から抜けちゃったんだよボールが。そうでしたね、センターの方に。そうでレフトの方向に転がって、はいはい、まあもう1点を取られるという、うん、だから非常に大きな1点を失ってんだよな、ここでなんかね、あまり見ないもたもたっとした守備がありましたね、うん、そうそうそう、もたもたっと守備があったし、はい、なんかこう、ベンチの迷いがあったね、系統に、うん、で、比嘉でそのまま村上をね、申告敬遠1塁空いてたからで、サンタナで勝負なのか、でも序盤でホームランが出るとさ、うん、やっぱ3点を失う、まあ結果的には3点は失ってんだけどさ、そういうことを考えるとちょっとベンチが迷ってんなって、うん、迷いが全部なんかこう選手たちの、ね、連鎖して、うん、プレーに出ちゃったかなっていうふうに思ったんだよね、うん、はい、で6回、はい、吉田杉本で同点、うん、これはすごいね、はい、直後に2三振してた、はい、ね、吉田がねもう苦もなく左中間を抜いていくんだよ、うん、まあ、真っ直ぐだったんだけど、はい、そこはね3対12点差ということもあり杉本がでも右の方向を狙ってんだよね、うん、小川から、はい、これは何でかというとツーベースだから吉田を最低でもワンアウトサードのシチュエーションを作ろうと思って右打ちをしようとしてるんだよ、はい、それがホームランになっちゃうの、うん、これはね素晴らしい内容のホームランだよ。杉本はさすがのホームラン王ですね。さすがもそうだけど、うん、振り回してのホームラン王じゃなくて、はい、やっぱりなんていうの、考えてるホームラン王だから、うん、すごく素敵に思えたね、うん、でこの青学コンビ、青学コンビね、すごい先輩後輩でな、うん、でもうすぐ同点に追いついた、はい、ね、ここはねすごい直後に取り返したっていうのはすごい良かったんですよね。そうだね、はい、うん、で7回はもう伏見が先頭バットフォアボールでここで若月に変えるんだよ。でバントをきっちり決める、うん、でまた福田にフォアボール
胸のところで継投に入る田口に、うん、はい、で胸が三振、うん、でまた吉田が打つんだよレフト前に、はい、タイムリーもうな振ったらヒットだなっていうような感じは、うん、前に飛べばヒットかなっていうようなまあそれで勝ち越すんだよね勝ち越す、うん、まあもう吉田、杉本ねもうこういうのでもう勝ち越していく、はいね、で7回、これサンタナが初ヒットがホームランになるわけだけども、うん、ここでまた継投してるんだよね、うん、吉田はい、吉田亮投手、うん、はい、まあこれで3試合連続登板になるのかな、うん、まあ吉田はいいということで、まあ、3試合登板になったんだろうと思うけども、まあ、青木がヒット、うん、で山田がフェンスいっぱいのライトフライ、はい、で村上三振でサンタナがボール2からボール2から何を狙うかって言ったら吉田だったらもうスライダーっていうのが3試合連続登板してるから吉田のスライダーはいいっていうことはもうバッターの頭の中入ってんだよね、うん、だからもうサンタナがなんかこうスライダーを読んだようなホームランだったんだよね、うん、まあ見事だね、はい、で逆転をしたと、うん、ねでまあ回はこう進んでいって9回、はい、誰が来るかなっていう前回のことがあったからねで清水も投げてない、はい、マクガフももちろんいる、はい、その前に石山がゲームを作った、はい、さあ誰だと思ったらマクガフが来た、はいね、やっぱり高津監督だなやっぱりこうあのまま終わらせるわけにいかないし、うんやっぱりマクガフを持ってきて、はい、まあ危なかったけど抑えたという、はい、そうですよね、ね、はい、だからまあそういうことで、まあ、ヤクルトが逃げ切ったという試合なんだけども、はい総評とすればさ、はい、やっぱ東京ドームはホームランに気をつけろ、うん、まあ、いかに低めに投げるかだよね。うん、やっぱこうサンタナのホームランも杉本のホームランもやっぱちょっとボールが高いというかね、うんうん、だから非常にあの低めに制球することがやっぱり要求されるね、うん、東京ドームはね、はい、まあ、それとやっぱ今日はエラーが多かった、うん、ちょっとバタバタっとオリックス2つ、はい、宗が1個に、まあ、足立が1個、はい、でまあ、西浦がもう一つやってんだけど、うん、はい、逆にさ、まあ、例えば福田のファインプレーだとか紅林 の、うん、あのファインプレーだとか、うん、いろいろファインプレーもあるんだよ、はい、あるんだけどもやっぱゲームをさエラーでもう選手点やってるしさ、うん、なんかここもここの1点が余計だったよね胸が投げて、はい、なんかサンタナが帰ってきちゃったっていう、はい、だからそのなんかいい試合を面白い試合をやってるんだけどさやっぱこう緊張感がなくなっていくんだよね、うん、エラーがあるとねだからまあもう本当に面白いゲームを展開してくれてるんだけども、はい、もう一つしまったゲームにするにはやっぱそのエラーというねまあみんな一生懸命やってるし、はい、ね、それ攻めることはないんだけども、はい、まあ、もう少し精度のいいね、うん、まあ、野球を見たいなというふうに思いました。まあ1戦2戦目とはそういったところがちょっと違ったそうやっぱりね、多いでしたかね。まあそうだね。うん、まあそれと多かったし、うん、はい、それとやっぱりこうローテーションの1番手、うん、2番手、今日は3番手ぐらいだよね。はい、で明日は4番手になる。もうちょっと荒れるゲームになってくるような予想もされるんだよね。はい、予感もしますね。予感もする。だからまあ例えばエースだとか、はい、もちろんエラーはいけないけども、うんうん、そういうピッチャーが投げてる時以外はもう少しやっぱ守ってやろうというね。うん、気持ちを強く持って、うん、まあ、頑張ってほしいなというふうに思いました。はい、また4戦楽しみですね。まあ、第4戦明日あるけどもね、はい、まあ、どういう試合になるか、ね、楽しみです。はい。